アブドゥルアジーズ・アルマンディは、クウェートの陸上競技選手。専門は障害層。110メートルハードルで13秒39。室内60メートルハードルで7秒60の自己ベストを持つ両種目のクウェート記録保持者。アジアの大会では、アジア選手権とアジア室内選手権で金メダルを獲得している。2014年2月。 公州アジア室内選手権の男子60メートルハードルを7秒80で制し、自身初のアジアタイトルを獲得するとともに、この種目では中国選手以外で初の金メダリストとなった。2016年2月、東ーアジア室内選手権の男子60メートルハードルを大会新記録及び室内クエイト新記録の7秒60で制し、大会に連覇を果たした。 2017年7月、ウバネーシュワルアジア選手権の男子110メートルハードルを13秒50で制し、この種目で、クウェート勢初の金メダリストとなった。2018年2月、テヘランアジア室内選手権の男子60メートルハードルを7秒71で制し、大会3連覇を達成した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。 備考欄の記録は当時のものありがとうございます。